伊勢神宮下空渡来行忠から1306年2月11日は、鎌倉時代後期の伊勢国出身の神道家、下空士官、伊勢神宮ネギ。野豪は、西河原で、渡来神道の黎明記を代表する人物として、名高く、正直、正常の徳や、祈祷の重要性を徳などして、渡来神道の基礎を築いた。は生涯、伊勢に正神宮神明秘書などのに、 心を柱引きを表した。また、神道五分書きである、天寺座伊勢二所公大三上宮御鎮座次大器、伊勢二所公大三上鎮座伝記豊池う大三上鎮座本記造伊勢二所大三上宮法器本記大和姫命の地行きは、いずれも奥付けには、奈良時代以前の成立となっているが、実際には、鎌倉時代に、雪田だらの下空士官が、 伊勢神宮に伝わる古伝を加味しつつ執筆したものとされる。雪忠の後、同じく神道家の渡来家行がネギとなり、伊勢神道を確立した。1236年、伊勢国に伊勢神宮の下空本ネギであった父、渡来行次のもとに生まれ、祖父、渡来行能の,の養子師となった。1251年から53年間、下宮のネギを務めた。しかし、 1282年に内空の造営領儀に口出しをしたため、ネギを免除され、京都に移り住んだ。京都で様々な教養を身につけ、時の関白であった、苦行高塚金平の命令により、1285年から1287年に、かけて、新党五部署の書説を明らかにした著書、伊勢西大三上宮新名秘書を表した。同書は、 亀山天皇に認められ、同年1287年にネギに復職した。1293年に伊勢二将三上宮新名秘書の略本を表した。1298年から1300年にかけて渡来氏の家計をまとめた古老公実伝を表した。1304年に一ネギになったが、1305年に亡くなった。ありがとうございます。